人知り屋敷の店倉倉の郷土館。人知り屋敷は宮城県伊賀郡丸森町にある博物館である。人知り屋敷は七代にわたって繁栄した豪商である斎藤家の屋敷を改装した博物館で斎藤家の歴代当主が斎藤利スを名乗ったことから人知りと呼ばれている。百三十五平方メートルの敷地内には王子の居宅一棟と倉六棟。 石造りの浴室一棟に加えて、丸森町が新築した建物二棟の合計十棟が立ち並んでいる。県道45号線に面した店蔵は、1848年に建てられた屋敷内で最古の建物となっており、地元の特産品を販売する売店や、大正ロマンを模した喫茶店が入っている。2011年1月、12の建造物が、 国の登録有形文化財に登録された。人知りが事業を始めたのは、江戸時代後期の1804年、丸森の洪水対策として行われた市街地の移転事業である町場街と同時で、五福太物商を皮切りに、養蚕へと事業を広め、ギートの相場で財を成した。明治以後は、味噌、醤油の醸造販売や金融業を展開して、また、 厚生工場や発電所を建設している。第二次世界大戦後、地主制の解体を目的とした農地改革により土地を失い、新たな事業の開拓にも失敗したため、146年間続いた歴史の幕を1950年に下ろす。1986年、斉藤家七代目当主から蔵や屋敷、収蔵品の寄贈を受けた丸森町は、2年をかけて、 寄贈品の調査を実施、建物の改装を行って、1988年7月に、蔵の郷土館、人知屋敷を開館した。指定管理者制度が導入された2006年4月1日以降、人知屋敷の管理運営は、財団法人アブクマライン保障会が行っていたが、2014年4月に、丸森町観光物産振興公社に統合した。 阿武熊急行線丸森駅からバスで7分、徒歩で25分。ありがとうございます。